お自身の中であの少なくともまあ5年後にはとか10年後にはこういう会社にしていたいというのは目標はございますかそうですねまあ私あの今会社では、まあ、自動運転だったりだとかその産業用ロボットの分野だとかそういうところっていうのをメインでやってるんですけれども今やってることっていうのはものをこう賢くしていくというところを今やってるんですね。うんうん、で賢くなったものがこう 自由自在につながり合うという世界を我々は実現したくて、まあ、会社名にネットワークがついてるっていうのも、まあ、あのいろんなデバイスをこう賢くネットワークでつなげるっていうことをやっていきたいのでそのネットワークのプラットフォームを我々が中心となって提供していくとまあまあやはりインターネットの世界では例えばまあシスコとかが非常にまあ強大なプラットフォームをま築いたっていうのと同じようなそういうような世界っていうのをまあ作っていきたいしそういうような会社にしていきたいというに思います。 なんかこう御、ね、社の,その技術力によって本当にあのこうさっき言った、S、SF のような世界が本当に身近なこう生活になるかもしれないっていうそうですね、はい、そういうふうにまあするためにまあ全力であの頭を <laughs> 使っていかないといけないなというう思います。<laughs> はい あのいろいろお話を聞いていてまだまだこういろんいろな話を伺ってみたいと,ところなんですが最後にリクルート的なところでぜひその世の中を変えることに興味があって。 でそれであの自分の技術を生かすそして新しいその次のテクノロジーの次のテクノロジーそして次の次のテクノロジーその先のテクノロジーの世界を切り開き,切り開きたいと思っている人には是非応募をしていただきたいなと思いますのとまたそのやっぱりその起業をしたい人というのもまあ結構いるとは思うんですけれどもうちの会社で働いて例えばインターンとかをしたりして起業する人もいますしまたうちの会社でもともと CTO をやっていたメンバーっていうのも今アメリカで起業したりしてるんですね、まあ、そういうような将来会社を作っていきたいと、まあ、そういう人もまあ我々はもう大歓迎ではありますのでとにかくその技術を使って世界を変えていきたいという人に是非、まあ、あ興味を持っていただきたいなと思っております。 はい、本当にこ,うこれからの世の中を変える会社としてますますご活躍されますことを、はい、心から応援させていただきたいと思いまはい、本日はたくさんお話を伺わせていただきましたありがとうございました。ここちらこそどううもありがとうございます